初代ラベルヒル巡断者クサーチャールズ・ノールズは、イギリス海軍の士官で、ジェンキンスの耳の戦争、オーストリア継承戦争、七年戦争に従軍した。また、ロット戦争の間、ロシア帝国海軍にも短期間所属している。長く、波乱に満ちた、海軍生活の中で提督にまで昇進し、英露両国で成功し、時に議論においても成功を収めた。 高水準の教育を受けており、とりわけ建築や砦の破壊に関する技術を得ていた。軍人生活の大部分を西インド諸島周辺で過ごし、そこでスペインやフランスの軍艦や入植地に対して艦隊や兵を指揮した。提督まで登り詰めた現役の海軍士官であったにも、かかわらず、暇を見つけては勉強し、外国語の科学の文系を翻訳し、 発明に時間を割いた。しかしいくつかの失敗が軍人生活に汚点を残し、おそらくはそれが人生後半におけるロシアへの移住、そしてロシア海軍の発展を指導する一員となったと思われる。ジェンキンスの耳の戦争の地図のオールズはおそらく1704年頃に生まれたとされるが、一部の文献では1697年生まれとなっている。また、名義上の 第四代バンベリー伯爵であったチャールズ・ヌリスの諸子とも考えられている。ノールズの教育を担当したのは、片親違いの兄である、ウォリングフォード教であり、ノールズは1718年3月に海軍に入隊し、ウォリングフォードから提督ジョージ・ビングに推薦された。ノールズは、ビングの艦隊の一隻である、70門艦のバッキンガムに上艦し、 チャールズ・ストリックランド艦長の下で任務に就いたが、4月にレノックスに移動して艦長の使用人となった。レノックスには1720年12月まで上艦し、ビングの艦隊と共に地中海での任務に就いた。1718年8月11日、その後ノールズは1721年6月にライムに上艦した。はじめは、 ベレ・ボークラーク艦長の使用人として働き、その後一年半は熟練船員として働いた。ノールズは地中海での任務の間はずっとライムに名前が登録されており、任務から解かれたのは1726年6月だった。しかしこれは単に名前のみの配属で、おそらくは上陸して学問に多くの時間を割いていたと思われる。 イギリスへ戻ったノールズは護衛艦インチェスターに乗り、その後は金セールでサーチャールズ・ウェイジャーの機関東米に乗ってボークラークの下で任務に就いた。1730年5月30日に注意としてスループ戦トライオールに乗るまで東米での任務は続いた。翌年3月にはライオンの乗員となった、その3月にこの艦は海軍少将,将チャールズ・スチュワートの機関として 西インド諸島へと出港した。エドワード・バーノン・トマス・ゲインズ・バラ作技師としての評価を獲得し、イギリスに戻ったノールズに、ウェストミンスター橋の設計書の作成についての助言と、監督の役割が与えられた。このためにノールズは、パリのポンヌフの研究をしに行った。1732年には40文館サザンプトンの中佐に昇進したが、 これは実態を伴わない階級であり、ダイヤモンドの指揮官となるまで、艦長の副官として、仕事をしたのは1737年2月4日になってからであった。1739年には、エドワード・バーノン率いる西インド艦隊の援軍に、向かうよう命令を受けた。ジェンキンスの耳の戦争が進展していたからである。ノールズは、ポートロイヤルで、バーノンと合流し、 西インド諸島へ向かう途中で2隻のスペイン船を打歩した。うち1隻は12万スペインドルと兵士6000人分の衣類を積んだレジスターシップであった。ポルトベロへバーノンが艦隊を進めている時は同行できなかったが11月27日になってノールズもポルトベロに到着しその5日後にポルトベロの戦いでイギリスは勝利した。バーノンはノールズに スペインの砦を破壊するよう命令した。砦は頑丈にできており、破壊には結局3週間と122たるもの火薬を必要とした。砦を破壊し尽くした後、イギリスは撤退した。ノールズの陸上作戦での完璧な指揮はバーノンに強い印象を与えた。チャグレス周辺の地図継ぎにバーノンは、ノールズにカルタヘナ沖を航海して、スペイン軍を監視し、 彼らへの監視と敵軍への物資の補給を禁じるよう命じた。ノールズはそこで河川サクセスに移り、チャグレスの港井の攻め口を調べるように部下に命令した。この任務を終え、攻撃計画をまとめた後、急砲艦と河川、他の小船を指揮して、チャグレス川の河口にあるサンロレンソ砦を徹底的に破壊する任務についた。 チャグレスの町と城とは1740年3月24日に降伏し、ノールズは城の責任者となった。バーノンはまた、取り出に集めてあるスペインに輸送予定の物品を移動させ、何隻かの市略船を沈めるように行った。ノールズは城を取り壊す仕事に取り掛かった、両方の下で地雷をいくつか爆発させ、居住部分を焼いた。これを終えた後、3月末に、 バーノン艦隊は退却し、ポルトベロ経由でポートロイヤルに戻った。チャルナー・オグル・ノールズは、その後数ヶ月を航海に費やし、その後、トリントンと25隻の小船団の護衛をして、共にイギリスに戻った。1740年8月4日に、ノールズを乗せたダイヤモンドは、スピットヘッドに着いた。その後ほどなくして、ノールズは、リッチフィールドの指揮官となった。 まもなく、ノールズは60門砲のウェーマスに移動し、1740年10月24日に、ワイト島のセントヘレンズを出港した。サーチャーロナー・オグルの艦隊の一員として、西インド諸島のバーノンへ援軍を送るための航海だった。1741年2月16日には、バーノンの作戦会議の一員となり、カルタヘナの陸海領軍の攻撃の問題を解決した。 アーノンはノールズをスペインの防御偵察作戦の指揮官とし、シカルの地に攻撃計画を立ち上げた。この任務が終わって、ノールズはカルタヘナの戦いの主要な役割を演じ、砦の一部を吸収して攻略し、スペインの機関を占領して、港の入り口から船着き場に巡らせてあった防災を粉砕し、イギリス艦を停泊できるようにした。翌日、 何隻かのイギリス艦が入港した。その中にはかつてノールズが上官したウェーマスもいた。バーノンの命令でノールズは敵の砲台をいくつか破壊しカスティオグランデを攻略して敵軍の補給路を断つために港に近い方へ味方の艦を引き入れた。バーノンはカスティオグランデの総督となりイギリス軍が撤退の準備を始めたため砦を破壊するように命じた。ノールズは 順当に任務を遂行し、使えない兵器を差し出した。そして、大量の石灰と石灰岩を運び出した。イギリス軍のカルタヘナ攻略の失敗は、陸軍と海軍との間に、かなりの不快感をもたらすことになった。ノールズは、1743年に出版された、陸軍の行動を批判した、カルタヘナ遠征の証言、中期と初見という見出しの冊子の著者ではないかと、言われている。 艦隊はジャマイカに戻り、そこでノールズは前の任務であるリッチフィールドの指揮に戻り、その後も西インド諸島を拠点として、主にポートベロやポートロイヤル、アンティグアの取り出と、これらの港に停泊している艦の設備の強化に当たっていた。彼はその後順庄となり、スパーブとセバーンに自分の旗をはためかせ、1743年から45年まで、 バーノンに代わって、ジャマイカの中流地の指揮官となったオグルの下で、副官として任務に就いた。ラゴーリアの戦い1742年、ノールズは70門艦サフォークの指揮官となり、1743年には、オグルの命令により、スペインの植民地である、ラゴーリアトップエルトカベールを攻撃した。スペイン軍は、この攻撃の情報をよく掴んでいて、予備の兵士を重募しており、 オランダから火薬を買い入れていた。その結果、1743年のラゴーリア攻撃は、イギリスの敗戦に終わった。ノールズは兵士を撤退させ、キュラソー島で艦を修理して、攻撃のため4月15日に、プエルトカベーロに赴いたが、4月24日にまたも、敗れ、両戦闘はいずれも敗北に終わった。1743年から1745年の間、ノールズは、 多くの敵艦を打破したが、この行為に対して、ジャマイカの名六63人の署名がある手紙を受け取った。それにはこう記してあった。ノールズ閣下期限の過去、現在、そして未来における任務について我々はよく存じております。国王陛下の命によるこの任務は常にそうであるように、大衆的人気を何ら得られないものです。今までのところ、これらの任務は、 完全に理にかなっておりますが、まさに直に任務に関わる方々のお一人として、起伝のなさることは少なくとも許されざる任務怠慢と我々は見るべきでしょう。もしそのような行為が良からぬことをお考えでないのであれば、起伝方の任務に対して我々は統一見解を持つことを放棄するべきでしょう。1745年、ノールズは新しい軍艦である。 デボンシャーの艦長となった。その年の遅く彼はイギリスに戻り、1746年の1月にカンタベリーに上艦して、ザ・ダウンズの兵たちの指揮を中将イリアム・マーティンの下で取った。短期間、フランスの侵略の準備に備えて文献され、2月には戻って2隻のフランス船を打破した。3月21日にはエディンバラに乗り、 セントヘレンズからイギリス海峡に向かう戦団を護衛し、その後は50門艦のノーウィッチに移った。1746年、ノールズはピーター・ウォーレンの後継者としてルイブールの総督に就任した。1746年3月31日にカンタベリーとルビーと共にルイブールに着いた。彼は2年近く総督として過ごし、はじめのうちは入ッする校。 トマスペラムイコールホールズに混乱して汚くて毛ものじみた状況の砦に関して不満をぶつけた。その当時、砦は修復と防御強化の工事がなされていた。1747年7月15日に白色少将に昇進してジャマイカの中屯地の司令長官となった。この昇進にあたってカンタベリーの甲板上に自らの旗をなびかせたが、すぐに コーンウォールに変わった。最初は自分の戦隊を使ってサンティアーゴデクーバを攻撃しようとしたが逆風のためサンルイドスドトリデを攻撃した。1748年の3月8日にサンルイドスドに到着しトリデを重爆撃で降伏させた後自らの支配下に置いた。1748年5月12日には赤色少々に昇進し4月5日に サンティアーゴでクーバに戻って新たに攻撃を仕掛けたが、砦の攻略は叶わず、一旦ジャマイカに戻った。甲冑姿のノールズ、右手で砦と炎上する船とを刺している。艦を修理させた後、ノールズは、キューバ沖で、スペインの財宝船を奪えることを期待しつつ、航海に出た。9月30日、ノールズは、チャールズ・ホルムズが艦長として乗っていたレノックスと、偶然に出会った。 ホルムズは数日前にスペインの艦隊と出くわしたとノールズに伝えた。翌朝、その艦隊がノールズの視界に入ってきたが、記号が混乱し、風上を保つのに悪戦苦闘し、イギリスが組織だってスペイン艦隊を攻めることはできなかった。ハバナの戦いがスペイン船一隻のみの打歩で終わり、他にもかなりの損傷を受けたため、この戦いの勝利は、 イギリス軍が期待した干渉ではなかった。ノールズは軍の管理の仕方がまずかった角で告発され、1749年に軍法会議に出向いた。判決は彼が取った戦術のまずさに対しての懲戒処分だった。その一方で共に行動した他の船長たちも告発された。ノールズと部下の間には間にはかなり気まずい空気が漂い、何度か決闘が行われた。 一例として、ノールズがホルムズと打ち合いをし、他にも二人の艦長、イネスとクラークが決闘を行って、これでイネスは致命傷を負った。国王ジョージ二世はついに、この件に関しての決闘をやめるよう仲裁に入った。ジャマイカ。赤丸がキングストン、その左にスパニッシュタウンがある。1749年から1752年まで、ノールズは短期間ながら、 カトンから出馬して、会員議員を務め、1752年にジャマイカの総督となった。4年間の任期の間に、法体系改正の方法を講じ、スパニッシュタウンから、より防御面で優れていると主張して、キングストンに行政上の首都を移した。ノールズが、ジャマイカ議会のイギリス議会への従属を確実にしようとしていることで、 辞任を求める声が高まったが、ノールズのやり方は、その後イギリス議会から指示された。1756年の1月に総督を辞任し、イギリスへ戻った。1755年2月4日には、赤色中将に任命された。7年戦争の間、1757年のロシュフォール遠征で、ノールズは、提督エドワード・ホークの下、ネプチューンに上官して、副指揮官を務めた。 ノールズは砲撃を指揮したが、この遠征は失敗とされ、その後批判を受けた一人となった。彼は、ノールズ提督の遠征での指揮の真相という見出しの冊子で自己言語をしたが、これはトビアス・スモーレットからザ・クリティカル・ビューで告評され、ノールズはこれを名誉毀損であるとして、スモーレットを告訴した。1757年の冬、ノールズは短期間ロイヤルンに乗ったが、 ロシュフォールでの乾杯は退役のきっかけとなった。1760年10月31日には、巡弾尺に除せられ、12月3日に海軍大将となった。1770年に海軍を退き、その頃と戦争が行われている間に、ロシア帝国のエカチェリーナ2世から、ロシア帝国海軍の発展への助言を求められた。1774年まで、 主にサンクトペテルブルクで軍の運営管理に関わる仕事をし、その後イギリスに戻って、1777年12月9日に、ロンドンのブルストロードストリートの家で死去した。遺体は、サリーのギルドフォードに埋葬された。ノールズの長男エドワード・フランシス・コーツ作ノールズは、後に、バルバドス議会の議長を務めた、ジョン・アレインの姉妹と結婚した。 1740年12月23日のことだった。二人の間には息子のエドワードが生まれた。エドワードは父の後を追って海軍に入ったが、乗船していたスループ船、ペレグリーンが1762年に沈没した際に、行方がわからなくなった。1750年にノールズは二度目の結婚をした、相手はマリアマグダレナ・テレーズ・ドブージェだった。 この妻との間にも息子が生まれ、また娘も二人生まれた。マリアとの息子のチャールズは、後に順番尺の位を継いだ。1775年、ノールズは、エム・ドラクロアの著書の英語版、アブストラクト・オブ・ザ・メカニズムス・オブ・ザ・モーションズ・オブ・フローティング・ボディーズを発表した。この本の序文には、ドラクロアの発見を再確認するために、ノールズが実際に実験を行ったことが書かれている。 また自身も、風圧と風速を測る機械を発明し、このことは、レオンハルト・オイラーに認められている。ありがとうございます。